麻雀すりやろチャンネルをご覧の皆さん、こんばんは。日本プロ麻雀協会の上田由衣です。本日はすりやろ将棋部のアシスタントを務めさせていただきます。さらにアシスタントには麻雀連合の今谷由紀さんにもお越しいただいております。今谷さん、自己紹介お願いします。はい、皆さんこんばんは。麻雀連合の今谷由紀です。今日もよろしくお願いしますいいですか。はい、はい、そして本日の解説には日本将棋連盟の瀬川翔司五段にお越しいただいております。瀬川先生、よろしくお願いします。あ、はい、よろしくお願いします。何か自己紹介を。あ、はい、はい、将棋連盟棋士の、瀬川翔司です。まあ、今日はあの新しい、はい、あの新参加者もいるということで熱戦を期待しています。はい、ありがとうございます。それでは本日の対局者の紹介に移りたいと思います。では順番にお願いしてもいいですか。あ、皆さん こんばんは。最高戦日本プロマージャン協会の今谷博史です。スリーアロハ初出演ということで緊張しています。今日は足を引っ張らないように頑張りたいと思います。よろしくお願いします。はい、皆さんこんばんは。日本プロマージャン協会の佐野園純と申します。将棋は高校の時まで本格的にやってて、今日久々でちょっと緊張してるんですけど、なんとか勝てるように頑張りたいと思います。よろしくお願いします。ぶっ込んでないですもん皆さんこんばんは。 RMA 所属の奈良原と言います。最近麻雀の調子がいいので将棋でも、勝っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、こんばんは。日本プロ麻雀協会の福田さとしです。私はもう最近麻雀で勝った記憶がもうほぼほぼありません。はい、もう将棋ぐらいは本当頑張りますよ。はい、ということでよろしくお願いします。はい、皆さんこんばんは。最高位戦の新井慶文です。あ、最高位戦、来年も A リーグの新井慶文です。もう本当無事残留できてほっとしてます。はい、でですね、将棋部でここのところなんか毎回見るとなんか毎回僕仲間割れしてるような気がするんだよね。途中で太郎さんとか大井さんとか仲間割ればっかりしてるので、今日は最後までペアの方と仲良くさせたいと思います。よろしくお願いします。はい、皆さんそれではありがとうございました。それでは本日のルールを説明したいと思います。スリアロリレー将棋ルール、2チームに分かれてのリレー将棋を指していただきます。各30秒以内に指してください。なお時間切れのペナルティーはありません。5手指すと交代になります。各チーム助けてカードを1局につき1回まで使用することができます。2歩等の反則行為は基本的に指し直して続行とします。仲間割れは切腹に処しますので、劣勢でも仲良く負けましょう。以上となります。はい、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 新井さん仲良くしてください。はい、はい、それでは振り駒やりたいと思います。うっす、うっす、うっす。あれ、僕と福田さんだっけ、組むの。そうですよね。じゃあ、このくらいの先手私と、そう、シャカ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 って。1回戦は、はい、私と福田さんが組んで、奈良原さんと今谷さんのはず。真田さん抜けですね。そう、福田さんが最初。まあ、あっちにあっちにこれが若手には。コキンということは、こちらを2人先手なんで、先手こちらなんです。はい、カメラの都合。はい、先手の方からお願いします。新井さんが先手。違う、コンタニさんとナラナさんの方が先手。あ、わかりました。じゃあ皆さん頑張ってください。どっち先さしますよ。じゃんけんして勝ってみましょう。最初はグー、じゃんけんぽい。じゃあ先どうぞ。一緒に決めていただきます居飛車刺したこと。あ、後手が、はい、新井さんチームで、先手が奈良原さんですかね。はい、奈良原さんと、ヒロシ奈良さんと、コンタニさんが打つ順番が多分まだ、あ、打つ順番、こっちが福田さん、先手が小手が福田さんから、あ、そっち多分、コンタニさんが逆ですね、コンタニさんからです。はい、すごい。そうですね、樋口さん入院しちゃってちょっと今日は来れないんで、また11月には来てくれると思います。はい、
そして私はちょっと忘れ物をしたので行ってきます。はい、お願いします。はい、はい、あ、ではよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ね、樋口さんね、はい、ちょっと入院されてるということで、はい、まあ今日は代わりにしっかりと2人頑張りましょう。はい、いやー、そうですね、先手が金谷さんと奈良原さん、後手が忘れ物取ってきました、福田さんと新井さんですね。はい、これです。あの前回の視聴者プレゼントです。はい、同信号さんのやつですね。あの27時間の前にやった分なんで、あ、いつでしたっけ、8月ですか。8月です。8月の放送の分です。あ、これ持ってもらっていいですか。すいません。あ、ありがとうございます。はい、で当選者の方はシエルさんって方ですね。シエルさんでした。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、まあ、スリマのスタッフより当選メール送りますので少々お待ちください。うん、世界に1本しかない。そう、世界に1本しかないんですよ。ね、最強だ。そして今回はちょっと瀬川さん数回出ていただいて言っているのでなしなしということで、またもう僕のはいらない。いや、なんかね、トヨピーが、いや、いいと思います。はい、いいと思います。ほんとすいません。すいません。ちょっと動いてます。これ、あ、そうですね、始まってますね。始まってますよね。はい、こうして、7六歩、おそらくまあ3四歩、6六歩、8三歩、8四、あ、そう、あ、いいと思います。8四歩、6八飛車、6二銀、こんな感じで、あ、そうです、こっちが銀、7八銀ですね。大丈夫です。2回目ですけど大丈夫ですか。あ、私の2回目、2回目、ね、前回なんか選手として出てましたよね。選手と、その前でしたっけ。28時間の、27時間の時に、あ、時にも、あ、はいはい、解説されてて、はい、一緒に出ていただいて、はい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 、2回目なんで助けて2回とも見逃しました。まあまあ徐々に慣れていけば、はい、今日は初参戦 の、 あの同じ名前の金谷さんもいるんで。あ、そうですね、金谷さん、はい、なんかご関係は。ご関係は他人なんですけど、はい、麻雀つぼもわからない時から教えてもらいました。三八玉、他人まあ、知らない人の解説するのは不思議な感じします。後の3人は何回か、あ、はいはいはい、ね、そうですね。いや、まだまだ金谷さんの実力がまだわからないので、うん、ちょっと進んでいけば見えてくるかなと。うんうん、落とした。3人玉って言うんですか。あ、そうです、3人玉言えた、言えたって素晴らしい。28玉ですね。この前、子供、小学生と一緒に将棋教室行ったんですよ。で、小学生しかいなくて、小学生と一緒にやって、隣の子に教えてもらいながらやってたら、うんうん、勝ったんですよ。まあ、小学生相手なんですけど、ね、いやいや、子供は強い、人間がないですから。そしたら、その教えてくれた子が、初めての弟子が勝ったっつって、めっちゃ走って踊ってるんですよ。私、小学生の弟子なんだと先生みたいになってましたよ。これ僕邪魔じゃないですか。え、なんか、あ、じゃあこれちょっとずらします。あ、ちょっと、そうそうですね、ちょっと見づらいですよね。お、オッケー、見えますかね、皆さん。あ、こっちの画面で多分確認したら、あ、大丈夫ですか。あ、はいはい、あ、それなら大丈夫。そうですね、これでオッケーです。今ちょっとずっと話してあれだったんですけど、どんな感じなんですか。これはもう堂々とした駒組みで、まあ、居飛車対四間飛車ですね。うん、左から4つに振ってるんで四間飛車って言うんですけど、はいはい、よく聞くやつですね。はいはい。え、でもその小学生には どうやってか、ちゃんとつなして買って横に動き方の紙を置いて、これはこうやって動くんだよねって言いながらやりながら、はいはい、よく分かんなくなったら隣の子にこれどうしたらいいのって聞いてやってました。なるほど。勝ちました。いやいや、それで勝ったのはすごいですよね。で、その後また違う、その
何枚抜きでしたっけ、なんか向こう、はい、先生と今度やらせてもらって、はい、先生が王様と歩だけ、はいはいはい、であとここの金とここのなここの2枚12枚落ちっていうんですかね、お相手は王様と歩しかない、はい、あ8枚を、はいはい、そう8枚と歩が8枚と金1枚でやってもらった時に、はいはいはい、なんかこれこっちで合ってますかね、はい角ですね、77角全然王様取れなくて先生の、あ、ね、隣の小学校にこれ一緒にやろうよっつって引っ張ってやってたら、最初いろいろ教えてくれたのに負けたって思った瞬間、はい、その子無視してどっか行ったんですよ、逃げたでしょっつったらつってどっか行くんですよ、裏切り者、負けるのが嫌なんだやっぱ子供もねなんか強気でしたよ、うん、面白かったですよ、でも9-4 8枚打ちで負けるんですよ、いやいやなかなか8枚打ちで勝つの大変です、実際は本当ですやっぱり詰ますっ て最後王様捕まえるのがやっぱりそんな簡単ではないので、全然もうなんか全然捕まらないんですよ、ひょい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 逃げていくんですよ、しまいにはと金囲いされましたよ、うん金はね、自分が作るのはいいんですけど、相手には作らせないように。そうなんですよ、うん、これは左美濃という囲いですね、はい、こう上がると、うん、何が来た、はい、まあこれはあのこう先手なんて囲いか分かります？この囲い。あちゅ、美濃囲い。あそうですね、美濃囲いですね。はい、でこれ相手もちょっと王様の場所は違うんですけど、この金銀似てますよね形が。はい。これはあの美濃の形、美濃って言うんですね。これが美濃囲いの。でこちらは右側に囲ってますけど、相手は左側に囲ってるので、これ左美濃というんですよね。こっちで守ってこっちで戦う感じですか、そういうわけでもないんですか、そうです、お互いはまあこちらで守り合って戦いはここでまず始まると思います、で金で両者両チームの堂々とした駒組みで はい、うん、好勝負が期待できますね、3-5先手が振り飛車で後手が居飛車ってことなんですよ、はいはい、いっぱい名前が出てきて全然未だに難しい26歩って言うんですか、はい26歩ですね、はい、なんかちょっとそういう言い方しないやつあるじゃないですか、同飛車とか、そうそういうの全然わからないです、角成りとかなんか言われるとなんだって思っちゃいます、そうですね、ちょっとずつ、まあ、例えば同じ箇所を動かすとき2626って続けるのも、はい、そういう場合無駄なので同じくってしちゃうんですよね、あそうなんですか、26歩同歩って言えば26歩ってことなんですよね、うーん、並んでたりすると右左言ったりしますよね、いろいろあるんですね、言い方が27歩、これは美濃囲いをさらに発展させようとしてます、強くさせる感じですか、ね、この瞬間ちょっと離れてるんですけど、はい、まだ攻められることはないのでこう締まるとしっかりとした囲いになりますね、はい、銀冠、そうですね、コメントありましたけど銀冠、銀が王様の頭にこう冠のようにくるので、そうですね、来月の将棋部はお休みです、はい、よいしょ、11月ですね、次は飛軍が帰ってきますから、そうですね、11月には飛軍帰ってきますね、はい、なんかこれ番組見てコメントするって言ってたんで、あ、本当ですか、ぜひなんかちょっと入院されてるんでお願いします、飛軍さん早く帰ってきてくださいね帰ってきてね、帰ってきてくださいよ、まあでもやっぱしげさんお忙しかったですよね、そうですね、まあ、ちょっとちょうど、まあ、しっかり休まれて
ね、また元気な姿を見せてほしいと思いますね。それで誕生日の時期とか結構変わり違いですね。ああそうですね。私もね昔一回誕生日入院してたことありますよ。あでなんか扁桃腺取っちゃったんでご飯とか食べれなくて管に繋がれてて、はい、友達が夜中に病院に入ってきてどうやって入ってきたのか分かんないんですけど入ってきて、はい、ケーキ持ってきてでも食べれないから、はい、結局みんなそっちで食べてるんですよ。うちずっと見てもらってそれは思い出に残る。将来からこうメモ帳でこうやって会話してました。みんな答え、おめでとうって食べて。そう全然めでたくないとか思って。そうですね、今7号部で、これが道具ですね。7号道具。道具。道具。今は新井さんの番ですかね。新井さん考えてますね。うん、まあ、新井さん、福田さん、奈良原さん。はい。皆さん実力者で、はい、もう本谷さんも、ね、これまで見てると全く遜色ないですね。本谷さんも将棋されてたんで、あの男性の方も、はい、されてたんです。昔から小学校の時からやってるようですね。うん、趣味みたいな感じ。お家に足つきがあります。あそれは本格的ですね。はい、足つきっていうのはこういう今やってる番のことなんですけど、はい、本気のやつですね。本気のやつ。麻雀卓でいうと自動卓みたいな感じですね、うん、家に自動卓。いやそんな感じそんな感じです。本気だ。やっぱ家に自動卓あるとおーって思いますよね。あ広告ありがとうございます。ありがとうございます。足つき、やっぱ足つきすごいって書いてますね、うんうん、6号譜はこれはいい手ですね。いい手、はい、6号譜を指したのは奈良原さんか。うん、奈良原さんは確かあの、ね、大学将棋部でかなり鳴らしたと聞いてますから。かなり。はい、そうですね。また取ってない。あ、まあ、こちらですか一応。でも取りますよね。これまあ桂馬か銀か。桂馬で取る手もありますね。うん。でも多分銀ですかね。はい。はい、よいしょ。七七銀。はい、同銀ですね。七七角成。同銀。角成。裏返ったかなる。そうそう。はい、敵陣に入って。あ、調整で七五。七五、七四銀。そうですね、七五。これ自然な駒運びで、やはりこう銀っていうのはやっぱ五段目に出るとあの強いですよね。そうなんですか。あ、渡してきました。攻めの、あ、早っ早っ。ここにダブルコンタニさんになります。早い、ちょっと早いですか。早いんです。いやでもまああのいいと思います。いやいや多分初戦なんで使いたかったんだと思います。私も初戦だったら俺が使うってまた使いますもんね。これはあれですね、どうしようかな。早すぎて。分岐点なんですね。どうぞ、あの時間はゆっくりやるんで、お互い相談してください、はい、ここ座ってお願いします。どうするこれ。あどうぞ、緊張されてないですか。いや緊張してます。いやでも6号ぶついて、はい、カッサバイタのはいい判断ですね、はい、でここはまあ、いろんな指し方はあるんですけれども、はい、まあ、こう、6四歩と突きましょう、はいはい、あ、そうですね、もうそれ考えてたんですけど、はい、で、これ、深銀で取るしかないんですけど、はい、まあ、まあ、歩でも銀でも取ったら、ここに8三に角を打ちまして、はいはい、で、これ、飛車取りなので、はい、まあ、どっかに逃げますね、7三なりに、はい、まあ、で6一になる手もあるんですが、ここで5六に角をなっておきましょう、はい、でこうなるとこの馬が守りにとてもよく効いてるので、はい、でまあちょっと7六歩っておそらく打ってくると思うんですが、はい、まあぶつける手もあるんですけど、どちらが好きですか、引くのとぶつけるんですか。ぶつけるのと、あ
引いとけばなんか攻められないですよね。そうでもない。そうですね。引いて引けばやっぱりこの馬の守りが強いので、はい、でこれでちょっと辛抱しとく手はありますね。はい、で頃合いを見てですね、はい、遅いようでも3六歩とついて、はい、でさらにこう3五歩とついて、はい、この馬を拠点に、ね、この馬がすごい攻防のいい馬になるので、はい、まあ、この3六歩3五歩まではちょっと我慢して受けとくというのもいいと思いますね。はい、ただ6四ついて5六に馬を作っていきたいなと思いますね。はい、これいいですね。これができると。まあそうですね。あとは水物な何か気になるところがあれば。はい、まあ歩はこれ取るしかないですよね、はい、相手は。はい。いやそっか。そっか。それがそうそうだから。まあ同銀、はい、落ち着いて指すなら同銀もあるんですけど、はい、まあでも何でも8三角から5六角成として。はい、まあ、でも、まあ、激しくな同歩8三角飛車浮いて角が鳴って、まあ、8六歩ってついてくる可能性は非常にありますね。はい、これはまあでもこれ同歩と取っておいて、はい、あだから失礼しました。7六歩と打って、はい、8八銀と引いて8六歩と、はいはい、まあこれ黙って同歩と取っておいて、はい、まあ、同銀ともし取ってくれば、はい、本当に6四にこう飛車が走りますので、はい、この7五銀がなかなか動けないんですよね。だからそんなすぐには、ね、攻め込まれないので、はい、あ、分かりました。もうとにかくもうそうですね、これでもこれでバーンと行ってしまいましょう。はい、分かりました。ありがとうございます。はい、頑張ってください。頑張ってください。ひぐみんからのコメントが来ておりました。来てましたか。はい、なんで分かったんですか。ヒグって書いて、はい、ヒグミンの喋り方見逃しましたね。見逃しましたけど、あの見てくれて嬉しいですね。説明してる時に一応ワイプ入ってましたよね。入ってましたよね。ワイプの後ろに立ってることを福田さんがめっちゃ喋ってたんですよ。でふっと見たらここに向かって完全に福田さんが一人で話してる人みたいになってめっちゃ面白い。はい、どうでした話してる感じ。あ、でもなんかね落ち着いてる感じでしたね。はい、緊張されてるとはおっしゃってましたけれども、うん、リラックスしてるように見えました。はい、まあ、これはほっとくと6三歩成とされてしまうので、はい、これ取る、あ、銀で取りました。6四銀ですか。そうですね、これは落ち着いた指し方ですね。で8三角と1か、あ、はい、3角、ご報告ありがとうございます。報告してもらえると嬉しいですよね。はい、考えてる福田さん、めっちゃ考えてます。あと6秒しかない、5秒しかない、4、3、2、5。おお、え、いや大丈夫、間に合ってます。え、どっか変えました。あ、飛車浮きました。7三飛車。秒読みこうやっぱギリギリで指せるっていうのはやっぱこう戦い慣れというか試合慣れしてますよね。もっとね3、4秒前には指しちゃいますけど、慣れてないと。ここか、ごめんなさい、時間ギリギリ使って考える、1秒でも多く考えるという。いや本当30秒ってあっという間ですよね。という間ですね。まあ、小学生ってやってたと思いますもん。30秒で超、うん、まあ、うん、間に合わなかったら負け。間に合わなかったら負けです。あの原則負けですね。そうなんです。はい。やっぱその時間内に刺すというのがルールなので。はい。
切れ負けって、まあまあただまあ、まあ、遊びというとあれですけど、まあ、仲間内でやる分にはまあそんな厳しくやらなくてもいいかもしれないです、まあ、大会とかだと即負けですね。大会にはこういう秒数があるんですか？大会は大体あります。やっぱりこういう時間がないとあの試合が予定通り進まないので、あ、そうです、ね、あのちゃんと終わらすために必要ですよね。麻雀も時間打ち切りあります。段上げっていう、段を上げる試合っていうんですかね、はい、昇段の時はないんですよね。いや、時間は基本あります。あるんですか？まあ、プロの対局で時間がない勝負はないですね。あ、そう、うん、やっぱり8時間とか持ち時間、持ち時間ある場合もありますし、うん、時間も勝負のうちなので、持ち時間でも8時間あるんですね。8時間あるのもあります。でもまあそれは滅多にないですけどね、大きい試合の時に、うん、ここで3六歩をついてもらいたいですね。3六歩つけるか、コンタニさん。コンタニさん2人いるからあれですよね、なんか呼び方変えた方がいいですか？まあでも、別に全く無関係ということではないんですよね。そうか、3六歩つきました。名人戦は9時か。兄と妹っていうほど兄弟。いや、年離れてないんですよ。いやでも兄弟はちょっと微妙じゃないですか。兄弟？親子の方。僕親子かなと思ってました。いや、だってコンタニっていうのは、珍しいから。言ってましたもんね。髪の毛が気になるって。これはあのこの筋に逃げたいですね。まあ、6七か7八に馬を逃げて、はいはい、もうここをとにかく攻めるみたいな。これでもこちら先手ペースなんじゃないですか。先手ペースか。うん。お、6七、はい、馬。6七馬ですね。馬。はい、馬。あとこの馬とこの角の差がありますね。この方が優秀ですか。優秀です。ここも動けるでしたっけ。この、はい、ここも行けるし、まあ、斜めももちろん行きます。はい、あ、じゃあこことここが行けるようになる。ただ3、5秒4、3、2、うん、おお、まあ、ただ後手もこれで歩を歩得で肉毒してますんで、うん、まあね、主張ですね。切ろうって切れても結局ちょっとあまりあれなんですよね。うん、3五歩、いやこれは狙ってますね。これはきついですね。まあでもここまでしか、あ、でも奈良原さんに勝ってますね。そうですね、奈良原さん次から七原さんになるのか。あれ今が七原さん、今七原さんには指したんですかね。うん、五六、あ、でもこれは筋ですね。やっぱこの角が今角道が止まっていたので、はい、まあ、それを通すという意味で、うん、角が生きるようにってことですか。うん、しかし同馬が一応飛車取りにもなるけど、うん、ここはでも迷いますね。先に取り込む。あ、取りましたね。5、6、馬。これあの、7、4の飛車取りになってるんですよね。この馬がですね。あ、そうですね。だからこれ飛車逃げてるんじゃ、何のために5、6ついたかわからないので、はい、これ多分大技に出ると思います。大技って何ですか？大技とは、もうこう取るんじゃないですかね。あ、銀を、ええ、取りましたね。あ、うん、あ、飛車で行きました。あ、飛車で取りました。七、七、飛車成りですね。これもし動いたら七八竜とかって言うんですか。これ七七、あ、そう、次にこうやれば六八竜ですね。はい。しかしこれ同型の一手ではないですね。うん、これ三四馬っていう手もありますね。うんうんうん。で2二玉と引けばこの角をこう取ってしまって、はい、お、強い、お、王手、
これはですね、はい、厳しいんですよね。この状態でこの竜を取るとこの角で桂馬が取れるんですけれども、はい、それを取る前にこの馬で王手が先なんで、はい、角を取ってしまってから、はい、まあ、何かで取ってこれで飛車を取ってしまえば2二玉、ね、これは飛車銀交換だけが残って、はい、先手大優勢です。コンタニさん、荒原さんチームが、これは福田さん、荒井さんチームピンチじゃないですかね。ピンチ。お、強い。三馬成もう成ってるんで、もう馬でした。このままで、でこう、こうか、うん、強いな、奈良さん、さすがの腕前ですね。昔から将棋の話ばっかりしてたからな。あ、そうなんですか、うん、なんか京都でよくその将棋の友達とやってたって言ってて、はい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 、まさかそのこんなことになるとは私は思ってなかったので。へーって聞いてました。京都、まあ立命ですもんね。そう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 、京都なんですね。で、なんか一緒に働いてた男の人が奈良原さんと将棋を昔やってて、その人もすごい強いです。はいはいはい。でもなんかあの時もっと聞いとけばよかったと思って。もうでもそれ5年ぐらい前の話なんですけどね。こう今こうしてこうして番組で一緒になるなってみたいな。いや、わかんないですね、人の縁とかって。お知らせ、ヒグミン本物確定。確定、おお。え、どこにいるんですか、ヒグミン。さっきも時々書き込んでくれてたらしいんですよ。本当に見てない、見ていい、ヒグミン本物。あー、でもプロになってしまうんで出すとは思わないよね。これだと、これかな、この顔文字かな。違う。そうか、わかりづらい。顔文字違います。どれかわからない。色変えてほしい、ヒグミンだけ。ゆいさんって今ヒグってありましたよ。本当に。ゆいさん、あー、あったあったあった。これちょっと電話したのか。電話しようか。もしもしって。合ってるみたいな。違うよって言われたら相当寒いよね。今寝てたけどみたいな。ちょっとずっと寝てたんだけど。そうそう。てか見るっつってたじゃん。すごい突っ込みそう。2五歩同歩と突き捨てましたね。はい、で2六歩、なるほど、これは、はい、合ってますよね。これはまあ同銀と取れば、はい、この5九に角を打って飛車銀の両取りをかけようという狙いですね。まあ、これはあえてかけさせるか、まあ、かわすか、はい、まあ、どちらでもでも先手が、うん、先手ペースではあります。交代したんですね。あ、交代、なるほど。いつの間かわしました。あ、これでも今谷さんの実力が、うん、うん、問われるところですね。2七銀、はい、では同銀とかするわけでもない。いや、これは同銀か同金ですけど、うん、どちらもありますね。コンタビさん考えてもらう。うん、まあ、切れないように。あ、あと4秒。切れそう。あ、切れる切れる。あ、切れる。あ、だいやー。切れた。あ、でも、まあいいでしょうと。で、3は偽物です。3七銀。2の角頭銀に歩なる、はい、まあ、同金ですかね。うーん、歩の数多いですね、こっち。うん、そうですね、やっぱ攻められると自然に歩が増えてくるんですよね。はい、でおそらくもう一回2六歩と打つと思います。おー、福田さん2六歩。うん、もうこれはでも結構際どいですね。まあ、あんまり先手が有利じゃなくなっちゃいました。まあ、先手は有利なんですけど、ただこの両取りばっかり恐れてると、はい、それなんで、まあ、そろそろ取っ
ってもいいんじゃないですかね、同金と。で、まあ5九角と打つんですけど、もう一回4八飛車と、まあ相手の、まあ、まあかわしますかね。かわしますか。3七金。やっぱりこういうなんか玉頭の歩ってなんか気持ち悪いんですよね。うん、2七銀、うん、仕込んできましたね。これはもう交代ですね。後手が攻められてる感じですか。でも、はい、ただ後手の攻めが一回止まると、はい、もう先手これ下飛車角に持ってるので、はい、反撃が結構きついですね。うん、後手はいかに休まず攻められるか。まあ3九玉ですかね。うん、そうですね、3九玉になりました。はい、金とか持ってないからそっちに逃げれるってことですか。金、相手がですか。後手が金を持ってない。お、助けて出ました。新井さんから助けてが出ました。はい、新井さんのチームが助けてですね。厳しいですか、結構。うん、まあでも、ここは…いやいや、先生。こっちちょっと、中入り気味で座ってください。はい、お疲れ様です。いかにも無理気味な。でも、しょうがないですね。いやもう攻め続けるしか。でもすごい、来た瞬間にコメントで、さじ投げってコメントが流れてて、なんか、どうしたらいいんだろうと思って。投了しようとかコメントが流れてるんですけど、いや、まあ投了はさすがに、はい、早いので、はい、まあ、ここはもう攻めるしかないですね。5九角打つか3六歩打つかですけど、はい、どっちが良さそうですか。うん、どっちが間違えやすいかということですね。ああ、なるほど。まあ、5九角打つと、はい、まあ、でもこれこちらももう受けやすいんですよね。だから一体こう角で王手をして、うんうんうん、この桂に紐をつけてから、まあ、5八飛車のような。はあ、なるほどなるほど。これで奈良原さんなんてこれやりそうですね。うん、なるほど。まあ、さらにちょっとこれわざと、まあ、桂馬を取らせて回る手もありますね。はい、ああ、全然これでもうこれぐらい取らせても全然寄らないぞと。うん、しかし取る節が、でうん、これはこれでありか。うん、こう寄れれば、ね、はい、わかりました。じゃあ五九角にしましょう。五九角で、はい、はい、でもし角を打てば、はい、まあ、まあ、4四歩成、まあ、5五歩成こう受けておいて、はい、なんか節約したい気持ちになります。4四歩にします。4四にしておきます。はい、まあまあ、なんか攻められたらまあしょうがないですね。で5八に逃げたら、はい、この金を取って、未婚の福山雅治も出てる。おお、なんかすごいじゃないですか、おしゃれなところに。おしゃれなところ。これめっちゃ焦るやつですよね、やられたら。はい、まあこれで勝負です、ね。おお、すごい、全然今の筋見えてなかったです。なるほど。まあ、あとこの角打つでありあとね、6七銀の目標になるので、はい、まあ、5八に逃げばこの桂馬を取る、はい、まあ、7八に逃げるのも実は冷静なんですけど、かやですね、これ。そしたら3六歩と。なるほど、この順番でいくわけですね。で、これまあ同金と取ればこう取って同金にここが開くんで2七歩成で、これ金を持ってるんでかなりの迫力ですね。はい、そうですね。おお、ほんまや。何だったっけ。ですね。で、歩に、まあ、実は金を引かれるとちょっとね、息切れするんですけど、はあ、まあこれやられたらまあもうしょうがないそうですね。まあこれやられたらまあ取って、はい、取って、うん、ちょっと重いですけど金打って、まあ歩がなって頑張ると、角も取られちゃいますけど、まあ金を取ってこれでまあ相手に下駄を預けて、はい、なるほど、わかりました。ましょう、はい、ちょっとその角打ちからの筋で頑張ってみます。はい、ありがとうございます。高級角から3六歩の筋を、はい、ふむふむふむ、勝負してる。まあちょっと苦しいですけど、
いやちょっとこの辺でやっちゃいましたかね最初。あこの3三は取られてやっぱり飛車取られたのが、はい、痛かった。全くあの順が見えてなくて、はい、普通に2枚替えになるかと思ったら、うんね、あらってなっちゃってました。だから、はい、この今まあでも終わったことですからね、はい、全くで取った方が良かったですかね。なるほど、そっかそっか、わかりました、ありがとうございます、はい、頑張ります。頑張ってください。頑張ってください。うっすうっす、これ持って帰んないと。はい、広告に巫女の福山が出てますって出て、広告？広告に多分瀬川さんのこと、はい、福山雅治出て、福山雅治、うん、ワイプで福田さんいじめてきましたよ。面白いことやってってずっと言ったら最後逃げられました。あ、5九角と、そしてここに角、はい、将棋界の福山雅治って言われてますよ。いやあのそれあの申し訳ない。いや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 、もう全然、めっちゃモテるって聞いてますからね、瀬川さんは。そうなんです。モテないですよ、本当に。なんか一回やめとこうか。これダメな話だと思って。これ言っちゃダメな話だって。ダメな話やめてください。ダメな話を。ダメです。すいません、なんかちょっと期待させて。詳しくて。僕もちょっと聞いてみたかったけど、まあ、あの後で、後で、裏で、裏で。裏で。言うんだ。いや、昨日福山さんが結婚されたじゃないですか。そうですね。で、ちょっとツイートで。はい。あのそのことをちょっと書いたんですよね。はい、読みました。あ、ありがとうございます、はい、一回だけ福山雅治に似てるって言われたことがあって、ランドセルのお兄ちゃんじゃなくて人生で一度だけ、しかも小学生ですけど小学生言われたことがあって、あのそれ僕唯一の自慢です。いやもういいですよ、全然言われてもいいと思います。将棋界でね、独身、男前の独身ですもんね。うん、気に惹かれたら諦めてくださいみたいなこと言ったんですけど、惹かれちゃいました。惹かれましたね。うーん、余裕ですとか言いながら帰ってきたんですけどね、新井さん。ちょっと諦めてるんですかね、今。ここのがバッ、いやでもね、奈良原さんは、うん、まあ、実力者ですから。そうです、ね、奈良原さんのターンをなんとかしのげば、いやいや、しのげば3八成銀、そうですね、銀成ですね。なんで成銀じゃないですか。銀がなると成銀になるんですよ、なんかややこしいですけど。銀がなると銀成じゃダメなんですか。いや、銀成でいいんですけど、この駒自体は成銀、成銀ですよね、はい、変なの。銀がなることを成銀で、いや、銀がなった状態が成銀で、はい、でも変わった瞬間は銀成りって言うんですよね。銀がなるから銀成り、歩成り、銀成り、お、3八玉、3八王って言うんですか。玉、まあ、玉でいいですか、はい、これもう攻めがでも2七銀で歩成りしかないんですよね。うん、どっちでもいいわ、確かにどっちでもいいですね。まあでももうこれで、まあこういう手もあるかな、金、うんうん、これ教えてないから、まあこう、こうですね、ちょっと作っちゃいます。2-7-2、はい、2-7-2、奈良原さん考えてる。でも先手も どっかで攻めなきゃいけないので、はい、寄せに行かなきゃいけないので4九玉、はい、いつ攻めに行くんですかね。そうですね、まあ3七歩成りで5九玉4七とまではここまでは進みますね。うん、うんうんうん、お、こん谷さんがつき、うん、そうですね、奈良原さんたはしのぎましたね。で、今コンタニさんが、コンタニさんもすごいしっかりした将棋で強いんですけど、
で、まあ、奈良原さんに比べると少し隙があるかなという。うん、まだ取ってないですね。今取ったところですね。あ、そっかそっか。で、まあ、おそらく金を取るんです。あ、取りましたね。ヨンダさんの予測は先手が多分勝つ。先手が多分勝つ。後手は多分負ける。あ、変なとこ置いちゃう。あ、マウス画面が見れません。あ、ここですね。これを上に持って。 あ、見れた。で、ここにカーソルを合わせると、お、多分ん、あ、この赤いとこに合わせると、多分無理。多分無理。早逃げです ね。全然パソコン分かんないからこういう時困るんですよ。で、6七金、6七金、そこにマウスがあったのが見えなかった、うん、やっちゃった。まあ、これでも先手玉は飛車を取られてもまだ詰むわけではないので、はい、まあ、そろそろ攻め頃ですかね。うん、まあ、しかしどうやるか。でも、どう考えても先手が得なんですかね。あれ、先手が得じゃないか。いや、先手が得、だいぶ4角とても何も持ってないですからね、うん、で、この2四角は2二に低い手です、うん、はい、2三に寄ったりすると、はい、こう王手されて、はい、この角でこの金を取られてしまうので、はい、これまあ2二に引くしかないですね、うん、でもこれでどうするのかな。引きました。これ秒読みならまだわからないと思いますね。うん、奈良原さんじゃない、今回さんですね。まあ、まあ、でも現実的なことを言えば4五角とか、はい、まあ、この筋に角を置いていくと次に2三に銀を打って攻める筋が厳しいので、はい、まあ、やはり先手の勝ちはまだ必死ではないって。あ、強い。コンタニさんは強かったです。強かったですね。強かった。強かった。4五角。隙はなかった。うん、言う通りやってましたもんね。これはいい手です。これも金取りなので、もう飛車を取ってしまうともう味がないんで、はい、まあ、5七とと寄って詰ましてくださいと。やりますかね。やりますかね。福田さん、どうするんでしょう。でもこれ詰まされちゃうんですよね。うん、うん、まあ取りますよね。はい、7八金。あ、はい、はい、飛車が押し込ま、まあこれは角と玉とどちらもありますけど、まあ同玉の方がいいですかね。やっぱり王様は下段より少しの上の方が安全、うん、逃げる道が増えるから。あ、そうです、そうです、そうです。後ろをチェックする。なんかこう、交車ですよね、これ。あ、強車、はい、強車。強車ってあんまり動かないですね。強車は、そうですね、一番動かない駒かもしれないですね。うん、でも結構いるだけで、あ、そうですね、28車ですね。28車。いるだけでいいんですか？いるだけでも一応、役に当たってるんですけど。うん、オセロだったらね、角は、隅っこ大きい、大きいですからね。これ歩が打てるので6八に歩を打つのが打ちました。うん、あ、もう奈良原さんに変わってる、うん、あ、もう奈良原さん余裕のなんかね、あんま考えなかったです。余裕の余裕ですね。なんか慌てさせる手はないかな。うん、新井さんがちょっと、でも攻めてる時は自分も秒数短く淡々と攻めた方が相手が考える時間が減るからいいかもしれないですね。はい、これはあるかもしれないですね。うん、これは7ですね。こう飛車6八に飛車をなったりと金を行く手なりはあるんですけど、うん、うん、これは奈良原さんは詰ますでしょうね。ここ2三に
こう、うん、あ、置きました。大手が厳しいですね。うん、もう結構すごくないですか、ここ一列綺麗に決まってますよ。あ、そう、あ、珍しい、こんなことあるんですね。これなんていうか知ってますって知らないですか。当店ポールみたいな、そんな感じ。まあ、これ駒柱といって、あ、駒柱、駒の柱で、あまり不吉か、まあどっちか分からないんですけども、吉兆のです。すごい、うん、グランドクロス、グランドクロス崩さないですね。貝柱、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 最近ドラゴンボール超を見てるんで、おなんかカリン様の部屋、家に登る柱をちょっと勝手に思っちゃって、あ、切れちゃいましたね。切れちゃいましたね。2、3、玉、うん、で3、4、うん、いやこれはあれ、スーパー、あ、超か、超、スーパー、あれどっちでしたっけ、ドラゴンボール超でしたっけ、スーパーでしたっけ、スーパーか、あ、見てない、すいませんすいません。え、ドラゴンボール見てないんですか。ドラゴンボールは尻尾が生えてた時は見てましたけど、尻尾が生えてた時とか超序盤ですよ本当に見てないんですか。見てます。わー、ドラゴンボール見てました。うーん、この最初の頃ですかね、亀仙人、いや、そんなもんだよなでもスーパーサイヤ人とか、なんか今ドラゴン、なんか悟空すごいことになってますよ。どうしたのみたいな。今もやってるの。今新しくまた始まったんですよ。え、ジャンプで。あのアニメの方で。アニメで。アニメの方で。あ、これあと1手で詰みですね。お、最後にまた駒柱ができて、これで投了ですね。あ、投了ですかね。あ、本当ですね。投了されました。駒柱。いや、強かった。これはいい将棋でしたね。後者が、お手が負けた、あれは何ですか、敗因は何ですかね。敗因は、まあ、5、6歩ついたのが、ちょっと、いやあ、あ、どうも、お疲れ様です。いや、ちょっとあっさり最後は詰まされてしまいました。いや、しょうがないです、読まれてて、あ、じゃあ誰か、どうぞどうぞ、もう来てたから、福田さんどうぞ、座って。先手の寄せが素晴らしかったですね。はい、いや、でも面白い将棋で、ホタテって何ですか。勝因はホタテ。そうですね、やっぱりでも3号つけたのが、3号つけて、うん、ペースを握った感じです。お助けが、それをお助けで授けた手なんですか。そうです、そうです、やめて。いや、でも別に僕のあれがなくても、なんか全然させそうな雰囲気でしたけど、7五歩同歩同銀、まあここで、まあ、6四歩と突いて、うん、まあ同歩もあったかなとは思うんですけど、そうですか、同歩で、まあ、これも同じように角って角になって、うん、まあ、これでまあ歩を押さえて、はい、でまあ銀を引かして、うん、まあ、ここでどうするかなんですけど、ただまあ相手の銀を下に下げといて、ここでなんかちょっと落ち着いて駒組みをするとか、あ、なるほど、これなら三六金繰り出してどうにか、そうですね、ちょっと金崩しちゃって、これも怖いんですけど、まあ金上がって、視聴者には見えてないよ、すいませんということで6四歩同歩同歩と取って、はい、まあ5段目に銀を送っても有力だったですね。うんうんうん、まあ、本譜は同銀に角打って角が成って、はい、こうですか。で角打ったんですか。これ良くなかったんですよ、ね。3三角でしたっけ。うん、こう打っちゃったんですけど。3三角の後続手が何かあれば嫌なんですけど、そんなに早い手が見当たらず。5五銀くらいからなんかかぶせてこられるのかなと思います。あれ、三三角に何したんでしたっけ。飛車が7三だったの。飛車が7三、あ、そう、ここで7四歩打ったんですね。もうこれで、はい、
で下道を止めて7一に行って、うん、この3三角を打ってしまってやっぱこの3五歩がさらにきつくなってしまうんですよね、うん、当たりがきつくなるのではい。なければ3三銀とかでも一応受けれる、ね、形は悪いですけど、まあ、ただ、うんで、まあ、5五歩ですか、はい、5五歩ついて6七馬に7四飛車にしちゃってやったんですけど、まあでもこれはしょうがないですね。しょうがない、なんか王様引こうかなとか思ったんですけど、うん、2二玉ってもうこれがこれで死んじゃうと思ったんで、これはきつかったですね、うん、きつかったです。引いてもやっぱり歩で取り込まれるのも非常にきついので、まあもう5六歩は勝負手で、はい、これで大間に、いやこれが、うん、まあでももうここ角で、そうですね、打った方が、いや全然数手後の手順が見えてなかったんですよこれ。まあ7四馬なら飛車取れるので、まあ、これ1回は取りますけど、はい、でまあ同飛車なり、まあ、これで3四馬か、まあ、7八飛車か、3四馬かですかね、まあ、3四馬で、まあ、2二玉と引いて飛車ぶつけてですね。そうですね、飛車ぶつけて、まあ、まあ取って、まあ、取って、まあ先手ペースではありますけど、一応まあ桂銀と角の2枚以外で5一の歩が効くのは後ででかいんですよね。そうですね、ああそこ歩が打てるってやつ、それが大きくて、うん、なんで横からの攻めは結構難しいと思ってて、うん、なんで8二飛車から8一桂成で桂馬拾ってどうにかかなと、この桂を狙ってですね、うん、玉頭の桂で、まあでもこれはちょっと怖いですけど、まあ、玉頭突くとか、はい、ここで指す手がまた難しいんですけど、うん、まあこう歩打つと取られちゃうか、飛車が打ちにくいんですよね、飛車打つ場所がですね、打ち場がないですね、手飛車のラインがあるんでね、うんうん、まあ先手ペースですけど、まあ後手はでもこの順で勝負した方が良かったですかね。いやーちょっと本当に飛車切りはやってしまいました。いやでも飛車切りでしたか、ね、あすいません、まあ本譜は、飛車で取って、まあでも同桂なら同角成で、ね、一応2枚替えで先手なんですけど、3四馬がいい手でしたね、機敏な手で、まあこれまあ1三玉でも3三馬取られてしまうので、まあ、2二玉でいたんですけど、はい、まあ、3三馬取られて、まあ、同玉に、はい、まあこの飛車を外されてみると、まあ、飛車銀交換で、そうですね、まあ、玉が露出してるので、はい、ちょっと苦しいですね、はい、まあ、2五歩からだいぶ迫ったんですけど、はい、最後3八金、3六歩って3八金引いたのも落ち着いた、いい受けでしたね。実はこっちで、この受けだけされたらあかんでって言われた受けだったんですよね。金引かれたらあかんでって言ってた、そのまさに受けをされてまいりました。はい、これ2五歩はどうすればよかったんですか。まあ、まあ取らない手もありましたし、はい、まあ、全部取っちゃう手もあったかなと思います、はい、まあ、国も同銀と取ってしまって、はい、なんか言うなりのようですけど、なんかその相手のされるままのようですけど、やっぱこの歩が後で必ず効いてくるので、金銀三枚まだ自陣にいるんで勝てないんですよ、打ち目崩されても、まあ、ただまあかわし本譜でもやっぱり残してますね、やはり先手の有利は残ってたと思います。うん、銀から、まあでももうこれで勝負するしかないですよね。で2六歩で、まあ、ただやっぱこういう風に残すと気持ち悪いので、まあまあ、まあ、取れるなら取った方がいいですかね。でやっぱ角には飛車寄ったりしてですね、本体さんはその発想は多分なかった。そう、怖いんですよね、普通に言うと、何も知らないで怖くて、そうですね、そこで交わさないのは最初にやっとけばいいって話です。あ、そうそう、まあ、自分の手が入るんで、そこの損得は、そうです、先に銀打ちも確かにあったんですよね。銀か角かどっちか迷ったんですけど、本譜は角にして飛車寄って銀打って、で歩を打って、
で金引かれて、うん、まあ、同金と取ってくれれば最後と金ができるので一勝負かなと思ったんですけど、いやこれがでももう決めてですね、うん、で最後のでも寄せも2四角から4五角もいい手でしたね。あ、そうです、もう詰めろですもんね。詰めろで金取りにもなってるので、歩を取ればいいかな、うん、いや綺麗な決め手で、はい、だから先手でも5六を引っ張ってからもう詰ますまで非常に一本筋の取った、すごい綺麗な仕方で。いい時に使ったんですね。でも後手も最善で粘ったと思います。はい。ケンプさんが1個言ったのは、2四角に4四玉上がると、もう少しいけたんじゃないかって。ああ、取って、金打って、歩が成って、玉を取って。さっき角打ったんですかね、確かに。いや、これで金を打って、ここで角を打ったんですよね。打ちました。あ、ここで4四玉。僕は第一感こっちだったんですけど、でもなんか違うって言われた、向こうでは。これでもなんか、どこでもあるっていう話、うん、あれもやっぱり普通に銀ですかね。で、5三玉はこう7四角、下から角が狭いですから、下から打たれて金寄りだけ、5四飛車があるので、うん、あ、金寄りは詰んでるんだ。そうですね、詰んでるじゃない、これ受け駒はないんで、まあ、でもこれ上がるのはさすがになんか上がっても飛車ですかね。下で桂馬がいい、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 積み積み、あ、どっちにしよう、あ、積み積み、あ、ダメだ、こっち積んでるんだ、全然ダメじゃないですか。第一巻とか言って全然ダメやん、これ。いや、でもまあ積んでます、ね、苦しい時は上部に逃げて、はい、チャンスをというのは分かります、うん、上部でフラフラする間違いやすいから、7近くがぴったり。なんか根本は攻める前に1回王様を4二玉って引いてると相当硬い、多分桂馬がないうちは。あ、これを、あ、引いてるってことですね。そこまでの継続手があると、あの、王様で取る手が多分生きてくるかなとは思ってたんですけど。あ、まあ、確かに3三玉で打つと、当たりがきついので、ただ、一手引く余裕も難しかったですかね。2ボム飛ばした後、ちょっと、まあ、ちょっと作りが悪かったですかね。ね、ちょっと我々作りが悪かったですかね。いや、そんなことない。先手の、はい、先手の差し回しが素晴らしかったと。はい、決まりました。はい、いやでもいい将棋だったと思いますね。いや、ありがとうございました。はい。じゃあ次は、この感じどっかで見たことある。なんか、あの、人鬼か。エンジュ。木だとエンジュ。次の組み合わせです。次の組み合わせが、はい、福田さん、あ、先手のね、こう決めてないですか。取り引きます。うん、おお、どう。先手どっちですか。福田真田さんが先手ですね。はい。福田真田。福田さん、はい、あげます。はい。真田さんもそっちにあります。はい、真田が先手ですか。はい、あ、そう、そう、こちらですね。はい、ここに。どっちから打つんだ。真田さんからと新井さんから、新井さん、どっちだったか分かんない。そうですね、でも真田さんが先みたいですね、座ってますから。いや、どっちが座ってんだ。じゃんけんしてんの、あれ。どっちが先にやるかってことですかね。うんうん、ちょっとこれを先じゃちょっと直します。あ、はい。お、新井さんです。新井さん、わかりました。ちょっと待ってくださいね。待って、パニック。あ、いいですよ、カード。いいですか、ありがとうございます。はい、新井さんが先だったら、じゃあそっち。オッケー。あ、ごめんなさい、あ、すみません。はい、大丈夫。